ほう、このテーマソングは何でしょうか。金村幸宏ですよ。そうですね。何ですかこれは。バグパイプですよ。おそらくモーニング息子のコスチューム、はい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 、あれに合わせて、あれをですどうやらモチーフしてこういった入場曲に、おーっと、かましてくれますね。やっぱりこの曲ですか。さあ金村幸宏が今ゆっくりとリングに歩を進めていくわけでありますが、モーニング息子、ご覧のようにもうファンの皆さんはですねボードまで用意して、しかしこれ踊りは全然実は変わってないんですね。はい、ブリーフ時代と全く踊りは変わっていないんですが、さあモーニング息子金村幸宏友情であります。今日は黒田哲彦とのシングル対決、おーリング一周するのか、おっと今放送席に向かってモーニング息子モーニング息子が発射されてしまいました。いやいや相変わらずお祭り男という感じがいたします。この金村幸宏、いやいいですね、相変わらずいい、まあ、ある意味エンターテイナーですよね。いや本当ですよ。あ、やっぱり踊りは変わってないですね、ほとんどね。はい、お見事、お見事、お見事、素晴らしい。はい、もう今やもう貫禄ありますよね、こういうことしてね。赤コーナーよりリングで黒田哲彦選手の入場です。これね、間抜けな踊りをして一番似合う男ですから、はい。さあ先ほど VTR でも登場しました、雁之助に今ラブコールを送っているという黒田哲彦、大仁田敦の突如のFMW 離脱宣伝を受けまして、必然的にチームゼロはまさにこの黒田哲彦の両肩にのしかかってきていると言っても過言ではないでしょう。チームゼロはまさにこの黒田哲彦のチームである、そういったことはおそらく本人もかなりのところまで意識をしてせざるを得ない状況になっていることは確かなわけであります。そのあたり意を決して今今日はチームノーリスペクトの金村幸宏とのシングルマッチ、まあ黒田も思うところ非常にこのチームノーリスペクトに対してはですね、おっとマイクだ、ちゃんと組みたいお前は、俺たちと組んだら汚れる、とっくに汚れとるわい。金村先生パンチですかね、はい、わけのわかるようなわからないようなもう、ね、青コーナーチームノーリスペクト200分の金村幸宏、いやー乗りに乗ってます、止まりません、かっこいいね、金村止まりませんね、今日の金村本当に、いやもう今やすごい人気ですよ、はい、200分の黒田、おっと黒田も黒田がこんなことするとは思いませんでした。これでもね、もう今本当黒田も今すごく乗ってる選手ですしね、はい、まあ、金村優馬でもなく、もう今もう日本レスラーレスリング界屈指のメルサーです。そうですよね、この試合もだからもうさっきの試合もそうですけど、もう今日はもう見どころ満載、満載と言いましょうか、もういろんな角度から見ることができますんでね、まあもちろん黒田はですねチームゼロ引っ張っていかなきゃいけないという思いもあります。そしてこの金村に対してはですね、まあ奴隷扱い時代が相当長かったんですね、黒田もその鬱憤を一気にここで晴らしたいという、実は前回お伝えしましたこのブレンバスターでもお伝えしました黒田は中川には残念ながら苦い一杯を喫してますので、ピースに飲まれちゃいけないと思って、そうですね、はい、自ら顔を殴ってました今ね、うん、黒田はなんとしてもこの金村にはきっちりと、勝利を収めてですね、チームゼロ勢いをつかしたいというところでしょう。いや金村なんて言うんでしょう、試合前はあんなねことやってるんですけども、始まるや否やね、もうレスリングテクニックたるや本当に感服しますね、はい、本当にうまいですよね、うまいっていうか、バックを取った黒田、なんて言えばいいんでしょうね、もう見てて気持ちがいいんですよね。なるほど、
逆に腕を取って、そしてすぐに足をフックして首も取っていく。まあ基本がねしっかりしてますんで。でもまだ肩が治らないですか、あのグラジエーターの。もうどれぐらい前か、もうあの数えるのも忘れてしまいましたけど、かれこれ2ヶ月、いやもっとでしょ、3ヶ月ですか、5ヶ月、5月ですね、はい、ということは6、7、8、9、10だもん、もう4ヶ月ですか、6、7、8、9、10ですか、5ヶ月ですか。うわう、まだ治りませんか、ちょっとあの映像がちょっとね、思い脳裏に浮かびますけど、浮かんでしまうんですけど、あれ確かにもうすごい、先月も言いましたけど、僕は死んだかと思いましたから、もう戦慄走りましたよ本当に。まあでもそれでこれだけ動く気がまだできるってのはやっぱりさすがですね、さすがですね、はい。まあ、あのブリーフブラザーズをですね、こうか立ち上がる当初からコンセプトとしてですね、笑いは取るけど試合はしっかりやると、うん、チームのリスペクト、うん、まあ、ある意味いい正しい主張かなと、なね、正しい方向性かなと、ええ、こういう気もしないでもないですね。だ選手の皆さんはそれぞれ僕はもう本当1目も2目も3目も置いてるんですよ。なるほど。ただ問題は伊藤浩ですよね。僕もあの顔を合わせることありますんで、はい、ご機嫌伺うんですけどね、はい、癖のある人物なんですよね。はあ、癖がわかりますね。あのブランカンからもね伝わってきますよ。どこまで本気でどこまで嘘なのか全然もう掴みどころないですね。はい、それでいてね、それでいて平気でね、例えば暴力振るっといて、次に会った時には笑ってたりするんですよ。なるほど。わからない人物なんですよ。そうしますとこのチームノーリスペクトのですね、この悪行たるや伊藤剛がいなくなればかなりこれスマートな軍団に様変わりする可能性は、だって今もう金村選手だって例えば今すごい人気あったでしょ、はい、冬木さんだって人気あるわけですよ、はい、もちろん邪道けど非道人気ありますからね、うん、そう考えるとあのブーイングを食らうような選手ってのは実はいなくて、伊藤剛さえいなければ素晴らしい団体なんですよ、はい、さあたっぷりと助走を取って、おそらく 50m あろうかというこの助走距離を取っていった。ラリアットじゃなくてジャンピングニーだ、ジャンピングニーだ。あ、金村がもう椅子の方ゴロゴロ吹っ飛びましたね。金村吹っ飛ぶ、後楽園でやっぱりこれ見ないとね。いやラリアットかと思ったんですけれどもね、ジャンピングニーで行きましたよ。金村もこれはある程度ラリアットじゃないかなっていうね、一瞬のこう判断があったと思いますけれども、ああいったタイミングでジャンピングに来られますとね、やはりあそこまで吹っ飛んでしまうのもしょうがないなという、そんなシーンでありました。さあ両者リング内、まあでも本当先ほど斉藤さん言われたようにそうですよね、ただ単に黒田が乗ってるっていうだけじゃなくて、はい、やっぱり金村に対しては奴隷扱いされた、もうそりゃそうですよ、ね、積年の怨恨たるやですね、これはもう想像を絶するものあると思いますよ、まあ、おそらく本人にしかねある程度わからない痛みっていうのあるでしょう。あ、おっとその椅子攻撃をラリアットでかわそうというところですが、いや黒田は生きている、黒田は生きている、うわー、なんというこの金村の懐の深い攻撃はすごいわ、いやちょっと鳥肌もののね今攻防でしたよ、ちょっと鳥肌立ちましたね今の。金村は奥が深い、懐深いですね、すごい、もう今2連発かわすとは思いませんでしたよラリアット。今やっぱりあのプロレスファンだったら金村見ないと一生後悔しますね。そうですか、もう本当に動きに無駄ないですね。何すんだ何すんだ、えこれなんだ、置くのかと思ったらそのまま持って、いや狙いをあまりにも危険すぎませんか、狙いを済ましてるんですねこれ。で確実にねあの3のところが当たってるんですよね、硬いところを当ててるんですよ、とにかくうまい。あそしてちょうどこちら、あ危ない、放送席の真横、杉作 J 太郎さんの全く真横で今、いやものすごい戦いが展開されている。まさかおっと、やっと今何か、あ金村が、うわ金村幸宏恐ろしい。今私たち放送席に向かってテレビ見てると言っていただいたのは嬉しいんですが、
黒田を奈落の底に突き落としてしまった金村幸弘。これはすごいですね。この攻撃はとてもとても。黒田、黒田大丈夫ですかね。これをやる直前にテレビ見てるよといった人間のやることとは全く思えません。怖いですね。もう全く何をしでかすかわからない。戻ってこないんで、常に戻ってきました。うわっ、あーっと、なんとなんと割れた机の破片で黒田の額をえぐって、危ない危ない危ない。大丈夫か黒田。鉄ボールが飛んでますけどね、まあ、でも黒田もちょっと頑張れって言われても、ちょっと今のこれはきつかったですよ。いやー、ちょっと黒田ちょっと立ち、あ、流血、あーっと黒田が流血か。あれ、またあ、軌道がテッドちゃんと見ろよっていう、テッド、まさに先月の VTR を見ているかのような、先月の VTR が今完全にリピートされているかのような、テッド田辺デクノボー状態であります。あーちょっと流血がひどすぎるこれ。いやー、黒田の鮮血が今ね、胸のあたりまで滴っているわけでありますが、大丈夫か。ものすごい流血、凄惨な試合になってきました。いや、テッド見た方がいい、これ血止めた方がいいですか。うわー、テッドちょっと流血の具合見た方がいいんじゃないですか。あのね、いやー、すごい試合になってきた。汗で流れたりするんじゃなくてね、血だけが流れてますから。大丈夫でしょうか。ちょっと一回止血かなんかした方がいい。尋常ではありません。ちょっと一回止血かなんかした方が良くない。いや、金村は鮮血で染まるね、手でやりますか、ああいうことっていう、ほっこり笑って、はい、わー、これは傷口は、あの、今ちょっと見てましたね、あー、ロープに血が、最前列のお客さんの顔がね、もう全部もうすごい顔になってました。ロープに今、黄色いはずのロープがね、赤いマーブル、あの、オレンジ色になってますよ。ちょうどキャンバスの色に似たね、なってますね。うわー、すごい試合になってきました。うわー、金村すごい、おそらく今も笑ってたんでしょう。うわー、これは一瞬返したが、ガンノスケクラッチのようにも見えましたけれども、しかしカウント2、黒田これちょっとスタミナの消耗が激しい。ちょっとうわー、あの机にね、ついてる血が、うわー、破片が今ね、最前列のお客さんのところまで吹っ飛んでいきました。昔からね、あの、うわー、ラリアット、あー、脇固め、金村恐るべし、金村幸弘恐るべし、資格がないですね。黒田もね、今ガッツ出してね、黒田はね、これカンバックしたと思ったんですけれどもね、まさかあれを脇固めで返していくという、この戦況をね、しっかりと把握しているこの余裕があるのか。金村頸動脈のあたりに入ったんじゃない、そうですか、うん、さあ、この裏に離さで置くべきか。おお、もう机の板がですね、もう段ボール紙のように次から次へとちぎれていってしまうという、うまい、黒田がテクニックを見せればバックに回って、おおっと、すごい角度で落とされた。かなりひねったような形でね、すごい低空でスピード出てましたんでね、あの受け身の取りようがなかったんですよね。ジャーマンはてっぺんから、しかし金村なおもなおも起き上がっていく。今のジャーマン何するものぞ、全くダメージを感じさせないこの金村幸弘、一体どうなっているんだこの体は。さあ、セカンドのアップから雪崩式ブレーンバスターを狙おうというところですが、逆に、おお、トップロープを利用してギロチン攻撃は黒田。すごい精神力ですよこれ。あれだけの流血をしてね、かなりのスタミナをロスしているとは思うんですが、全くその悲壮感、うまい、これはうまいカウント。しかし 2.8、 10分経過。黒田のね、流血はしかし相変わらずおびただしい。
もう全く止まる気配がありませんよ、この流血。わあ、バックヤバーでした。すっごい全体重がのしかかった。すっごい高さでしたよ。あの高さ、おそらくこれ5メーターはいかないですけど、3メーターぐらいの高さから超ハイアングル。そしてあの100キロ近い、100キロを超える金村の体が、もうまさに空から降ってきたっていう、ね、これはあの物理の、ね、勉強なさってる方ならすぐにいわゆる G が計算されると思うんですが、ものすごい力がかかってることが、ね、これは今度は金具ですよ、ロープじゃなくてね、金具でギロチンですか。えぐいことをするやつ。いくらなんでも、いくら金村でもという、いくら金村でもね。しかしカウント2で跳ね返していった。黒田もえぐいことしますね。おお、うまい急所蹴りを、なんと急所低空ドロップキックだ。おお、担ぎ上げて、なんだなんだ、おお、すごい広角の、これはどうか。いい試合になってきました。これは今あのファイヤーサンダーですよね。ということは先ほどのあのガンノスケクラッチもそうなんですけども、ガンノスケを完全にこれ黒田意識しているような戦い方なんですかね。おー、危ない。これはカウント 2.8。 ガンノスケ見てろよっていう感じですかね。さあ一緒にやろうじゃないかっていうことなんでしょうかね。両手に逃げる拳、さあ自ら助走を取って、あー、うまい。金村まだ死んではいない。これもうまい。あっと固められた。カウント 2.9。 しかし黒田のラリアットはまだ火を、あー、まだ火を吹いた。カウント3。黒田哲衣のカウント3。これは今のは本当すごい、黒田哲衣のすごい角度とね、スピードで決まりましたね。黒田魂の握り拳。うわ、すごいスピードだった。遠心力も加わってね、ものすごい力がね、1点に集中しましたよ。金村の首筋1点に1回空振ったんですけれども、ご覧のようにカウンター完璧にヒットした。まさに首折り、ね、あの今ちょっと金村意識がない状態です、ね、安全に首を折った。お、ちょっと金村心配ですね。ちょっと今ちょっと場内さん、おお、ちょっとなんだこの音は。あーっと、もうすでに場内からはガンノスケコールだ。これはもちろん新崎人生のあのテーマソングなんですが、お客さん場内からは大ガンノスケコールが起こっている。一体これはどういうことなんでしょうか。さあこの後楽園ホール、騒然としている後楽園ホールが一転、今水を打ったように静まり返っているわけでありますが、一体この後登場するのは誰なんでありましょうか。おっと、このテーマソングはまさしくどこ、ミスターガンノスケのテーマソングだが、しかしどこから、おっ、まさしくミスターガンノスケ、その人であります。ガンノスケさん戻ってきた。いやー、先ほどちょうどね、週刊プロレスの紙面で紹介はしたんですが、お面の姿、ミスターガンノスケが今ゆっくりと約半年ぶりに FMW のマットに歩を進めてきているわけであります。もう大丈夫なんですね。足の方は大丈夫なのか、膝の実態は感知したんでしょうか。ご覧のようにお遍路さん姿、おそらく四国88番無駄所巡りは完了したのか、それとともにリハビリも完了して満を持しての復活というシナリオなんでしょうか。ミスターガンノスケ、まさかまさかの白衝突でリングインしようというところ、ガンノスケさん、
はい、リーチ君はですね、この同じコスチュームを椎茸人生から盗んできたことがあるんですよね、はい、今回はちゃんと自分で仕入れてきたと。あのね、顔つきがちょっと違うんですよね。僕がお見舞いに行った時とも顔つきがちょっと。ああそうですか。そして今リンク内には黒田哲弘まだ待っている。これはひょっとして黒田の呼びかけに雁之助が応えるというような、そういった局面もあるんですかね。いや、まあ、手と分かりません僕には。もう目して語らず雁之助、今黒田とアイコンタクト、その目線は何を訴えているのか。黒田が差し出すその左手、雁之助はおーっと拝む。この意味は何だ。一つ拝んで黒田と握手をすることはしませんでした。いやー今一礼をしてリング外。ははー、この行動は一体、杉作さん、今の黒田に対しての合唱、あれは一体どういった意味があるんでしょうか。全く僕にはもう分かりませんね。黒田は一緒にやろうって言ってるんです。そうですね、黒田は一緒にやろうって言ってるんでしょうが、